施役院は奈良時代に設置された両下館である庶民救済施設、薬園。この項目で説明。施役院は聖徳太子が仏教の慈悲の思想に基づき、その地に薬草を栽培し、怪我や病気で苦しむ人を救うために四天皇寺内に作ったと言われる施設。水庫天皇元年、聖徳太子が大阪に日本最古の漢字。 四天王寺を混流の際、司会院の一つとして建てられたのが、日本での最初とする伝承があり、社会福祉の走りとして紹介される場合がある。現在は、大阪市天王寺区にある小満院愛前堂が、施役院跡として、四天王寺病院が、施役寮病院として継承されている。施役院は、奈良時代に設置された、寮下館である庶民救済施設、薬園。 背の字はなぜか読まれないことが多く、中世以降は主に役員と呼ばれた。天平二年、光明皇后の発願により、秘伝院と共に創設され、病人や孤児の保護、治療、制薬を行った。諸国から献上させた薬草を無料で貧民に施した。東大寺小僧院所蔵の人参や景神などの薬草も供されている。また、 光明皇后自ら病人の看護を行ったとの伝説も残る。光明皇后法御の後は、地印人2名が置かれ、平安京戦途後も、施役院は五条室町近くに移されて続行し、山城国を特に軍に施役院用の役員が設けられた上天朝2年には別頭、別当、陰子、方眼左官、医師の各1名を置く職制が定められ、 演技式でも継続された。類十三大各書州の官票を八年竜正月十七日付大乗官府によれば、施役員と東西秘伝が病人と孤児を収容し、前者はアズと雑氏が治療にあたり、後者はアズ、雑氏に加えて、ウバ、養母が養っていたこと、陰誌がアズ以下を指揮監督していたことが記されている。その一方で、平安時代に入ると、 藤原氏が設立者である光明皇后の実家であることを理由として施役員の運営に介入を行うようになる。藤原冬継が施役員に直期不選考を寄進したものの、その使い道を藤原氏の困窮者の救済に限定させたことが、俗日本語記、上は3年5月公史上に記されている。こうした経緯から、別党のうち一人は藤氏長者の推薦によって、 藤原氏から部任される慣例が平安時代を通じて行われた。院氏は実務にも関与したことから医学知識のある者が任命され、監視受け追制が確立される11世紀頃から丹波氏が世襲するようになる。しかし中世に入ると世役員は衰微し、次第に境外化していった。院氏は長く丹波氏の世襲であったが、鎌倉時代からは和家氏もこれに加わり、 両家の間で争いが起きる。しかし、実務自体はほとんどなくなっており、形式的な職位に過ぎなかった。戦国時代に丹氏の後衛である禅州が豊臣秀吉に側近として使え、大町天皇より勅命で世役員氏に任せられ、境外化していた世役員を復興する。同時に世役員を生徒するようになった。以後江戸時代は、 この製薬医氏が因子を世襲した。ありがとうございます。